クルッカレは、トルコの中央アナトリア地方、クルッカレ県の県と、アンカラの東8 0トルに位置する。人口は28万834人で、そのうち19万2705人が、クルッカレ市内に在住する。市名は、壊れた城を意味する。崩る側の近くにあり、アンカラ、海西里間の鉄道が通る。元は乾村に過ぎなかったが、 1950年代の製鉄所建設を機に人口が急増した。そこでの生産活動は国内最大級で高品質の合金工や機械類に特化している。1960年代には化学工場がこれに加わった。クルッカレ大学が所在する。市名は市外の北3キロメートルにあるクルク村と市中心部の彼の2つの地名が合わさったものとされる。 中央アナトリア地方に東方からキュルク系民族が到来した16世紀に入植が始まった。中央アナトリア地方のクズルール幕川近くに位置する。この川の流域は米の一大生産地である。植生はステップで多くのブドウ園がある。クルッカレの気候は大陸性気候とステップ気候で降雪の多い冬は寒く、夏は暑いがカラッとしている。 雨は春と秋に多く降る。ありがとうございます。